瀬戸さん、おはようございます。どうしたんですか？何遍電話しても出ないから心配で来てみたんだよ、バカ野郎。あんたこれ昨日の格好じゃんか。風呂ぐらい入れ、不潔が。昔みたいに入れてやろうか。一人で帰ります。服も自分で脱ぎます。大人になりやがって。